はい、どうもプータローです。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議で上位指名が予想される選手を中心に解説動画をこれまでせっせと投稿してきました。今回は球団別の指名予想動画の第4弾ということで、読売ジャイアンツと楽天イーグルスの指名予想を行いたいと思います。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずは今シーズンのここまでのチーム成績を確認して、次に投手野手に分けて戦力の分析、最後に指名予想の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、ではチーム成績の確認からいきましょう。はい、では最初に今シーズンのここまでの両チームの成績を確認しておきたいと思います。まずは巨人からになります。まず勝敗ですが、9月20日時点で55勝45敗でセ・リーグ3位となっており、 A クラス入りはほぼ確実ですが、優勝はかなり苦しい状況となっています。詳しく見ていくと、まず投手の成績は先発防御率がリーグ4位、救援防御率がリーグ3位になります。優勝を目指すには少々物足りない数字となっています。先発では菅野の離脱や不調、リリーフでは中川の離脱などが響いたようです。続いて野手の成績は、打率は5位、ホームランは1位、 OPS 得点は3位になります。打率は低いですが長打力でカバーしているようです。悪くはないんですが、優勝を目指すには少々物足りないと思います。ということで、補強ポイントをケアしながら将来の中心選手を獲得したいところです。次に楽天ですが、勝敗は9月20日時点で53勝50敗のパ・リーグ3位となっており、こちらも A クラス入りはほぼ確実ですが、優勝はかなり苦しい状況となっています。詳しく見ていくと、まず投手の成績は先発防御率はリーグ4位、救援防御率はリーグ2位となります。先発は田中と早川が加入した割にはなぜか物足りない数字となっています。続いて野手の成績は、得点、打率、本塁打はリーグ4位、 OPS はリーグ2位となっています。優勝を目指すには少々物足りない数字だと思います。助っ人が中軸で機能しなかった年は苦戦している印象があります。ということで、将来の中心選手になり得る野手を獲得しておきたいところです。はい、では戦力分析に入っていきましょう。はい、では戦力分析巨人編ということで、まずは巨人の現有戦力を分析していきたいと思います。まずこちらがプータロー的来季の先発ローテーション予想と先発投手の年齢別チャートになります。選手の名前に塗ってある色は、私が独断と偏見で判断したその選手の実力を表していて、赤、オレンジ、緑、青、紫の5段階で評価しています。色がついていない選手はまだプロ入りしてから数年しか経っておらず、一軍の戦力ではない選手や故障で来季の活躍度合いが読めない選手になります。そして黄色は現有戦力ではカバーしきれない部分で、ここがドラフトでの補強ポイントになると考えています。ではまず巨人の先発ですが、菅野、山口、戸郷、高橋、メルセデスはローテほぼ確定、今村、サンチェスが当落戦場となっています。ということで、7勝前後以上計算できる先発が5人揃っており、素晴らしい陣容です。ただし菅野、山口あたりはやや限りが見えてきており、盤石とまでは言えない状況だと思います。ということで、ドラフトでは将来のエースになりうる投手を獲得しておきたいところです。また注意以降で5、6番手争いを期待できる大学社会人の投手を1人補強しておければ理想的でしょう。はい、では次はリリーフ投手の分析になります。ビエイラ、中川、畠、デラロスあたりが勝ち系統のようです。今年はビエイラが覚醒して抑えに定着しました。層は厚く、ある程度計算できる陣容ですが、絶対的な投手は少ないと思います。ということで、守護神級の投手を獲得したいところです。ということで、球の強いリリーフ向きの投手を1人補強できれば理想的でしょう。はい、では野手の分析に入っていきたいと思います。まずはキャッチャーとファースト、サードになります。まずキャッチャーですが、大城、小林を併用しています。どちらも物足りないですが、阿部のようなスーパーキャッチャーは今年はいません。去年山瀬も取っていますし、少なくとも上位で捕手を補強する必要性は薄いでしょう。次にファースト、サードは中島あるいは中田、岡本の布陣になります。サードは岡本にメジャーの話が出ない限り、あと5年は大丈夫でしょう。ファーストは候補は結構いるので、助っ人を1人加えれば十分でしょう。次に二遊間と外野ですが、まず二遊間は吉川と坂本の布陣になります。
吉川は故障がちですし、坂本もそろそろコンバートを考える時期に来ていると思います。ということで優先度はそこまで高くないですが、強打の二遊間の打者を獲得しておきたいところです。次に外野は松原、丸、梶谷の陣容になります。丸は限りが見えてきましたし、梶谷も不安定な面があります。また次世代のレギュラー候補の外野手も特に見えてきていない状況です。ということで将来の中心選手になりうるポテンシャルの高い外野手を獲得しておきたいところです。はい、では続いて楽天の戦力分析にいきましょう。はい、では次に楽天の現有戦力を分析していきたいと思います。まずは先発投手ですが、田中、則本、早川、岸はほぼ確定、涌井、滝中、湯気あたりが当落戦場のようです。ということで10勝以上が計算できるエース級の投手が2人、7勝前後計算できるローテの柱級の投手が2人という素晴らしい陣容です。また涌井、滝中、湯気あたりも先発5、6番手なら十分だと思います。ということで中途半端な先発型の大学社会人の補強は不要でしょう。将来のエース候補と先発型の高校生投手を補強しておきたいところです。はい、では次はリリーフ投手の分析になります。松井、孫、安楽、坂井あたりが勝ち系統のようです。9回は松井2番弱です。さらに安楽が今年安定してある程度計算できる陣容になったと思います。ただ盤石とまでは言えないので、たまに力のある投手を1人補強しておければ理想的でしょう。はい、では野手の分析に入っていきたいと思います。まずはキャッチャーとファースト、サードになります。まずキャッチャーですが、太田光がレギュラー級の扱いです。ただレギュラーとしては少々物足りないと思います。今年の大学社会人の候補で太田以上の捕手はいないので、取るなら高校生でしょう。次にファースト、サードは鈴木大地、茂木がレギュラーの位置づけです。計算はできますが、やや迫力不足だと思います。黒川を育成中ですが、もう少し候補を増やしておきたいところです。ということで強打の内野手を補強しておきたいところです。はい、では次に二遊間と外野ですが、まず二遊間は浅村、小深田、あるいは山崎の布陣です。現状は間に合っていると思います。補強するとすれば中以降でポテンシャルの高い選手を獲得しておきたいところです。外野は島内、辰巳、あるいはオコエ、岡島の布陣になります。こちらも現状は間に合っていると思います。ただ次世代のレギュラー候補があまり育ってきていないので、ポテンシャルの高い選手を獲得しておきたいところです。はい、ということでこれで戦力分析完了しましたので、指名予想に入っていきたいと思います。はい、ではここまでの戦力分析を踏まえた指名予想になります。まずは巨人ですが、菅野、山口があと数年は大丈夫ですが、若干限りが見えてきているので、将来のエース候補を獲得したいところです。野手では次世代の中心選手になりうるポテンシャルの高い選手、特に二遊間と外野の選手を獲得したいところです。中以降も引き続きポテンシャルの高い選手、ローテ 5,6 番手争いができる先発型の投手あたりを補強しておきたいところでしょう。次に楽天ですが、投手陣は現在の戦力に大きな課題はなく、即戦力の投手よりも将来のエースや守護神候補を獲得しておきたいところでしょう。野手陣はやや長打力不足ですので、中軸打者になりうる野手を獲得したいところだと思います。中以降では先発型の高校生投手、ポテンシャルの高いキャッチャー、強打の野手あたりを中心に補強したいところです。はい、それでは以上を踏まえて指名予想を発表したいと思います。私プータロー的巨人楽天の指名予想ですが、こちらになります。まず巨人ですが、1位入札は本命は明桜高校の風間投手、時点で JR 東日本の山田隆成投手と予想いたします。巨人は近年はナンバーワン評価の選手に突っ込む場合が多いですので、今年の候補で最もポテンシャルの高い風間投手に入札すると考えました。またこちらもポテンシャルの高い JR 東日本の山田投手の一本釣りを狙ってくるというのも十分考えられると思いました。外れ1位では補強ポイントに合致する強打の外野手の上武大ブライト選手、将来のエースになれるポテンシャルのある天理高校立つ投手あたりを狙ってくると考えています。 2位指名も引き続きポテンシャルの高い選手を中心に、神奈川大の梶原、岐阜第一高校の坂口、京都産業大学の北山あたりを狙ってくると考えました。3位以降ではご覧の通りの選手あたりを狙ってくると予想しております。次に楽天ですが、1位入札は明桜高校の風間投手と予想いたします。今
年の候補で最もポテンシャルが高く、将来のエースにも守護神にもなりうる風間投手の評価が高いと考えました。外れ1位は巨人と被っていますが、楽天の補強ポイントにも合致するブライト選手、辰投手あたりを狙ってくると考えています。2位では強打の打者を中心に神奈川大の梶原、岐阜第一高校の坂口、関西大の久保田あたりを狙ってくると考えました。3位以降ではご覧の通りの選手あたりを狙ってくると予想しております。はい、ということで以上指名予想発表でした。現時点ではこのように考えていますが、これから各球団の指名予想もどんどん出てくると思いますので、ドラフト直前の最終報告ではそこも踏まえて修正していきたいと考えています。お楽しみに。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。それでは次の動画で会いましょう。ブータローでした。